こんにちは。今日の講義は書籍、ナチュラルなのに肌が綺麗に見えるジョージのスケツヤ肌メイクです。この本は人気ヘアメイクアップアーティストのジョージ氏による誰でも肌が綺麗に見えるスケツヤ肌メイク&スキンケアの方程式を紹介しています。ジョージ氏は肌作りに定評があり、女優やモデルから支持される人気アーティストです。この本ではそんなジョージ氏の透明感メイク&ケアの秘訣が詰まっています。誰もが知りたい肌をきれいに見せる&透明感が上がるスキンケアからメイクまでトータルで学べる一冊なのです。効果的なスキンケア方法、スケツヤ肌に見せるメイク術、マスク荒れなど日常で起こる肌トラブルの解決法など、メイクが苦手な人でも分かりやすく解説されています。透明感&ツヤ肌を作るポイントは方程式で紹介されているので、一目で簡単に覚えられます。朝から夜までずっといい感じが続くことでしょう。この本を読めば毎日のモチベーションも上がる透明感&ツヤ肌に近づけます。まずスケツヤ肌を作るためのスキンケア方法が紹介されています。適切な洗顔、化粧水、美容液、クリームの使い分けなど基本から丁寧に解説されています。次にスケツヤベースメイクの方法が説明されています。ツヤ肌に見せるプライマーの使い方、BB クリームや CC クリームの選び方、コンシーラーの上手な使い分けなどベースメイクのコツが分かります。さらに透明感カラーメイクのテクニックも載っています。血色感を出すチークの入れ方、ツヤ肌に見せるハイライトの使い方、グロー効果のあるアイシャドウの選び方などプロの技が伝授されています。この本にはシーン別のメイク術も紹介されています。オフィスでシナのあるナチュラルメイクからデートの夜に映えるパーティメイクまで、場面に合わせたメイクのやり方が載っています。プロのテクニックを取り入れれば自分に最適なメイクが見つかるはずです。また肌トラブルへの対処法も解説されています。ニキビやくすみ、シミなどの悩みに合わせた対策が書かれているので、トラブルに悩まされることなくいつでも透明感のある肌を保つことができます。さらに透明感のあるヘアを作るためのケア方法も掲載されているので、メイクだけでなくトータルで透明感を高められるでしょう。最後に Q&A コーナーもあり、よくある疑問にも分かりやすく答えられています。メイクの基本から応用まで、この一冊でスケツヤ肌のすべてがマスターできるのです。この本を読めば自分に合ったスキンケアとメイクのやり方が分かり、いつでもどこでも透明感とツヤのある肌を手に入れられます。鏡を見るたびに自信がつき、前向きな気持ちになれるでしょう。周りからも今日は肌が綺麗ねと言われ、自然とモチベーションが上がるはずです。透明感のある肌は年齢を重ねても健康的で若々しく見せてくれます。ストレスの多い現代社会で自分磨きの時間を作ることは大切です。この本を活用すれば自分らしさを大切にしながら、いつまでも透明感とツヤのある肌を保つことができるでしょう。そして最後に、読書で美容と健康の勉強も大事ですが、美容と健康には人それぞれのニーズや目標に合わせた専門的なサポートが必要不可欠です。単に本を読むだけでは効率的かつ効果的な結果を得ることは難しいのが現実です。個別の指導を受けることで自分に合ったプログラムを立てられ、モチベーションの維持にもつながります。そこでテレビ CM でも話題のライズアップ結果にコミットプライベートジムをおすすめします。このジムでは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを受けられます。トレーナーは食生活やメンタルのマネージメントもサポートしてくれるので、総合的な視点から理想の体づくりをバックアップしてくれます。さらに30日間の無条件全額返金保証がついているのも大きな魅力です。1日50分、週に2回の無理のないトレーニングなので、初心者でも安心して通えます。事前の無料カウンセリングも用意されており、完全個室のプライベートな空間でトレーニングを受けられます。ライズアップ結果にコミットプライベートジムの最大の強みはマンツーマントレーニングなので、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人におすすめだという点です。トレーナーがあなた専用のプログラムを作成してくれるので、無理な食事制限はありません。健康的に痩せて理想の体を手に入れられるでしょう。リバウンドしにくい体作りもサポートしてくれるため、一時的な痩せではなく継続的な健康的な生活習慣が身につきます。食事や運動、
メンタルの側面からトータルでサポートしてくれるので、効率よく理想の体を手に入れられます。初めてでも安心の30日間無条件全額返金保証がついているので、まずは気軽に始められます。テレビ CM でも話題になっている、結果にコミットするというコンセプトそのままに、理想の体づくりに真剣に取り組めるジムです。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。